んだあのバカでかいの。あれがネアズの言っていた化け物らしいな。リンウェルの言うようにくさびから発射された4つの光の一つなのでしょうか。だとしたら目的は何だ。くさびはダナの精霊力を集めていたが、何にせよ町に迎えでもしたら大変なことになる。それにあいつを倒さないと先に進めそうにない。やるぞ。聖母はそうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。来るぞ、構えろ。避けなきゃ。逃げた連中を笑う気しないな。何よ、怖いの。ちょっぴりな。お前は。私はものすごく怖いわよ。だったら口を閉じて集中しろ。死ぬぞ。ズーグルを呼び出した。奴を警戒しつつ片付けるわよ。やるか。終わりが近いようだ。光を通しコンジェネレーション。安全を切ってそうは甘い。安全を切って。誰なく切迫なんだ。切った。こっちの番だ。自由を強演技でファーストリード。また攻めす。ダダダ。相手には困らないが。流れる。水の光流連合だ。どこだ。次セミナーやつは。インテリーガム。はい。ラグナレイ。次フォースインスタートなる。それを止めるためにこの盾がある。わかった。わかったぞ。無理はしないで。強めだよ。かの者は。まだよ。あの兄。
みんな、無事か？ええ、なんとか。肝が冷えたぜ。他のズーグルとはちょっと様子が違ったな。ああ、アウメドルが連れてたのとも違う感じだった。
精霊力の属性の偏りが極端だったよ。スルドみたいに。くさびから現れただけあって、精霊力を集める上で何か役割があったんだろうか。生ける修霊機か。場所が場所だけにあり得るな。あるいはスルドに代わる新たなダナ制圧の先兵か。いずれにせよ、今のが4つの光の一つであったなら何かしら防いだことにはなりますね。苦労させられたし、そうであってほしいもんだが、とにかくこれで進める。行こう。まだまだ上を目指す。